はい、じゃあ2本目、グバさん、ここはショートカット封じたもん勝ちかな。くそ、なんかダメだな、ほんとな、自分ね、このね、相手なりに走るタイプだからな、強さ、自分の実力じゃなくて、もう完全に周りの強さに左右されるタイプだからな。どんな周り、どんなに強くても弱くてもな、それなりに走る感じだからな。どんなに強い部屋でも3位とか4位とかだからな、弱くても。それが良くもあり悪くもありだからな。まあ決め手には欠ける方ですね。1位になるにはちょっと難しいタイプだな。今日はアイテムはね、決定的によ、アイテムが良くないんじゃないんだな、これは被弾が良くないんだな、決定的に狙われてる気がする。じゃあ狙い返さなきゃって言ってもな、負けてるんじゃない、アイテム運が。こんな風にやれればいいけどな、自分そんなねレスポンするタイプじゃないんでって。いい人ぶるんだよね、そこでね、そこでいい人ぶらなければな、もっと攻め込めるのにね。もう無駄にいい人ぶるのが自分の悪いところだな。勝負にはね、もう勝負事だから、そういうなんていうの、情はいらないはずなんだけどね。これキノコ出ない、まあ防御はできるからいいか。これか、やばい、結構来てるな後ろ、前も結構詰まってる感じかな、後ろが。いやー怖いよ、いやー怖いよ。あー、スターも来てる、やべ、怖っ、なんでみんなそんなスター使えるんだよ。いやー、やばいやばい、ほんとやばいぞ、無防備だな。パウか、パウはいらない、早よ一番前に出たいな。そのためには時蔵さんにもう一個来てもらわんとな。でこれ、おう、おうじゃない、あれはね1位を回避させる3台になってる、やばいぞ、時蔵が行かないとなると。あ、間に合わん、あー、なんかな、決定的に後ろから来るな、決定的に運が悪いぞ、おら、やばい、デスコン好きだね、やばいな、本当に相手なりだな、どんなに相手が強かろうが弱かろうが関係ないからな。同じような順位しか取れないんだよな、本当に。で、8位でもこんなに減るからな、もうやばいですね。はい、ココナッツモール苦手コースですね。いやー、エスカレーターで押し戻されるなんてまんざらじゃない、まんざらじゃない、なんていうの、ザラじゃないからな。そ、やばい。今日はなんだ、やばいな、もうやばい。この安定の操作の荒ぶりだな。安定なのに操作が荒ぶっているという矛盾ね。ここで、おお、おおじゃない、なんで自分の周りはいつも危機にさらされるんだ、やばいな、絶妙なまでに運がないぜ。なんとかな、自分の力でもぎ倒す、もぎ返すじゃない、もぎ取るだな。くっそ、言ってることからすでに調子悪い。お、いいね、ラブラッシュ、これ凝固かな、ちょっと治ってきたかな、ちょっと治ってきたかな、ちょっと治ってきたかな、やっぱな、実力がないってつらいわ。運とか言ってるやつはね、実力では一生勝てないんですよ、それは僕のことですね。あ、なんか避けれた、あー、もうやばすぎ。あ、竹蔵さん行った、え、なんでそんな近いの、そしてなんで停止すんの、怖っ。あ、
これで1位との距離もかなり近くなってますね。いつの間に。ちょ、怖い。あぶれー。バナナ3つ集中攻撃落ちというかラグがすげえ。やべ。お、オッケー、競り落とした。お、これはいよいよ来たんじゃない、いよいよ来たんじゃないでしょうか。そういう展開さんが、さあなんとか持って、なんとか持ってください。後ろ見えなくなってきた。あー、これやばい、これやばい、一番やばいとこに来た。カヒいる、カヒいないか。これ赤コーラ持ってないか。オッケー、くっそダメだー、もうやばいな、最後の最後でそういう風になるとはな。うん、ついてねえな、今日は何にもできてない、やば今日は何もできてないですね。え、しかも6位扱い。はい、チャンサン砂漠ですね。もうなんとか耐えないとな。ラグスタート。こういう時はね、後ろで待機してもね、勝てませんからね。つってもね、さっきみたいにトゲ消するパターンもあるけどね。今日は最高に運が悪いですからね。まあでもこんなにレート下がってるけど、実際僕のレートそんな高くないからね。まあ今までがね、そのね、都合良すぎたっていうのかな。なんかね、なんでこの前まで96維持できてたんだろうっていうぐらいのレベルだったからな。本来の自分ですからね、こっちが、こっちが本来の自分だからね。気をつけてね。よし、ここでパウはありがたい。いやー、ショートカット早めにしといてよかったわ。これは正解でしたね。まあ、キンキの出たらすぐ前出るのがおすすめかな。さっきみたいにパーとか来られるとあれですからね。で、万全の体勢にして後ろにスナイプを仕掛けていくっていうのが僕的には好きなパターンですね。だから前走るのが好きなんだよな。うん、こうやってゆるりとしてられるわけですからね。さっきみたいな混戦状態とは何だったのかっていうぐらいのんびりできるわけですから、一番前にいれば。うん、それだけで気持ち的にも楽なんですよね。まあ、トゲゾさんさえ来なければだけど来たら来たでもう絶望ですねあーやばい。え、ニセボ2回か、これはまずいか。おお、オッケー。ふう、とりあえず赤コーラ3個じゃなければ大丈夫、1個なら防げるからね。あ、トゲゾウも来ない、サンダーも来ない、これありがたい。漁港やっと来た、我慢した甲斐があったぜ。じゃあこれは耐えて耐えての勝利、肉を切らせて骨を断つ。やっと来たよ、漁港プレイ。1位になればね、それなり増えるからな。よし、じゃあ次も行きましょう。はい、マリオサーキットドラさんが合流してくれましたね。エンストも多いな、本当に。まあいいよ、運ゲーだから。ここの運ゲーは最初から一番前でもしょうがないですかね。お、出たドラさんのうひょー。このね、お猿さん、お猿さんっていうかゴリラさんもいるよね。うひょーだもんな。近くにいるだけで暴れるからな、実況のいい糧になります。じゃあなんでお前ドンキ使わないんだってなりますけどね。そしたら使わないじゃなくて単純に使えないだけ、弱いから、僕が弱いから使えないだけだ。さあどうしましょうかね。ここで使うか、割と早めに振りそうなんだよな。なことはなかったねまあでも早く参れて悪いことはないですから。オッケー、うまい、漁港、漁港いいね、漁港その2 確実に当てる。あ、見えねえぞ。あ、逆にやっぱ当てられるんだよな。うん、後ろがニセボちゃんか、ニセボちゃん、ほんといいこと、石井さんが飛ばされちゃったの大丈夫大丈夫、何も来ないよね。あー、でもなんかショートカットするような人はいる、いないか、大丈夫さ、よし、オッケー、
2連続1位きたー、うい、肉を切らせて炎立つ強行プレイ。その2、我慢した甲斐があったわありがとうございました。よし、さらに続きいきましょう。